突然ですが皆さん、東方プロジェクトのキャラクターのイメージはどのようなものでしょうか？東方プロジェクトは二次創作の影響力が大きく、どちらかというとコメディや可愛らしいイメージが多いのではないでしょうか？しかし東方原作では私の授業を見ている方なら原作ではかなり濃い設定があることはご存知でしょう。今回はあまり知られていない、東方キャラの怖すぎる裏設定を解説していこうと思います。それではまず紹介する、公式上怖すぎる設定を持つキャラは、東方栄野賞の三面ボスである上白沢慶音です。彼女は半分人間であり、半分は白卓の半獣、高魔館の主人、レミリアも使った通称の名はワー白卓です。ワー白卓とは、満月の夜にだけ白卓という妖怪になる、妖怪と人間のハーフですよ。満月の夜にだけ狼になるワーウルフと似たような種族です。ちなみにワー白卓のワーとは単語の意味としては人間の男性を意味し、女性はワイフですが、ワイフウルフというような言葉はないので、半人半獣を表す造語は男女の区別なく全ては〇〇という形が用いられているんです。彼女は非常に頭が良く、幻想郷演技を描くヒエダー級から知識豊富で最も賢い獣人と評価されていて、現在は子供たちのために人間の里で寺子屋を開いています。半分は妖怪の身でありながらも人間を愛していて、常に人間側に立って行動していますよ。その能力も人間のためになることにしか使っていないとのこと。満月の夜に白卓になった時には幻想郷中の知識を持ち、幻想郷の歴史の編纂作業を行っていますよ。しかし一夜漬けの編纂作業のためか、はたまた白卓化によって好戦的な性格に変わったためか、不用意に近づくと角のある頭で頭突きをされる恐れがあるようです。そんな慶音の能力は、人間の時は歴史を食べる程度の能力です。そしてあまり知られていませんが、白卓の時は歴史を作る程度の能力となるんですよ。この能力は、人々の認識における歴史を操作する能力で、存在していた人を忘れてしまったり、起こってない出来事が本当に発生していたかのように誤認させる能力に近い、と言われています。つまりこの能力は、直接過去そのものを消したり改変したりするわけではなく、あくまで人が歴史と呼ぶものに介入する能力です。彼女の元ネタの白卓という妖怪も非常に知識を持った妖怪なのです。とても聡明で万物の知識を持つと同時に病魔除けの力を持っていて、白卓に出会うことができたものは子孫まで繁栄すると言われていました。そのため、古の死生者は白卓に関するものを身近に置くことが多かったのですよ。ある時中国の帝が白卓に会い、悪霊などについて話を聞いたところ、1万種以上に及ぶ悪霊についてくどくどと説明をし始めたようです。慶音のくどい性格というのは、モデルから由来しているものでしょう。そんな慶音の手をよく見ると、実はどちらの右手になっているのですよ。これはエクストラの白卓寺の立ち絵でも同様なので、何かを表しているものと考えられます。正直これを知った時は私もものすごくビビりました。このことについて調べていると、ある人気漫画のキャラクターも両手が右手になっているキャラがいるのです。そう、その漫画の名は東方プロジェクトの制作者ズンさんが影響を受けまくっているジョジョの奇妙な冒険です。ズンさんはジョジョファンのようで、セリフのオマージュやポーズ、服装などをよく取り入れているのですよ。そんなジョジョの奇妙な冒険の第3部スターダストクルセイダースに登場するスタンド使いの中で、最も不気味だと評されているジェイガイルが両手が右手になっているのです。なぜジェイガイルが両方右手になったのかはいろいろ考察がされていますが、有力な情報としてディオが100年前に吸血鬼やゾンビの人体実験を行っていたことが書かれていて、そうした犠牲者の中に両手が右手の人間がいて、その子孫がエンヤババアとジェイガイルではないかと言われています。そう、ディオと聞いてピンときた人はさすがですね。ディオというとジョジョの奇妙な冒険シリーズのラスボスで吸血鬼ですが、現在の東方プロジェクトの吸血鬼といえばスカーレット姉妹、そして姉のレミリア・スカーレットは慶音と対面したことがあり、歴史ばかり見ているお前には、運命は変えられないよという名言を残していますよ。慶音は愚問式によると、後天性であるらしいので両親は共に普通の人間だということがわかります。しかし慶音はどうして、妖怪の力を得てしまったんだろうか？もしかしたら、ジョジョのオマージュとして吸血鬼のレミリア・スカーレットの運命を操る程度の能力で、慶音はワー白卓にと変えられたのではないのではと考えられますね。ただ、2回目の弾幕後慶音が、むむ、お前たち何者だ？と説いていることから初対面にも見えますね。しかし、3回目の会話にてよく見てみな。悪魔たちよ、と吸血鬼とは一言も言っていないのに言い当てている描写があるんですよ。なので初対面なのかは不明ですね。もしくは慶音は能力で嫌な記憶を自分で食べたとも考えられます。はたまた、レミリアたちには関係なく両足左足の神様もいるので、神としての素質を表しているのか、白卓な性質を表しているとも考えられますね。今のところ慶音が具体的にいつどのように獣人になったのかは不明ですが、ひょっとするとレミリア・スカーレットと関係があるのではとも考えられます。
宮古吉か、東方神霊廟ステージ3のボスとして妙蓮寺の墓場奥地に登場しました。彼女の種族はキョンシーです。キョンシーは中国の死体妖怪の一種で、硬直した死体であるのに、長い年月を経ても腐乱することもなく、動き回るもの、術師に蘇生させられた、日本古代の人間の死体、つまりゾンビですね。彼女にも操り主がいて、四面ボスの邪仙と恐れられる覚醒画です。聖画からはとても可愛がられています。その可愛がり方があまりにも異常で、本人曰く腐ってて可愛いでしょ？とのこと、非常に考えがサイコパスで怖いですね。3面で吉川一旦撃破されるのですが、次のステージ4ボス戦で、吉川聖画の手下として妙蓮寺墓場の下にある、洞窟の夢殿大師廟へ続く扉の前になんと復活して再登場、聖画のオプションとして戦闘に参加しています。聖画は吉川を盾にして弾幕を撃ってくるといういかにも邪仙らしい戦法を取ってきますね。そして都吉川の能力は何でも食らう程度の能力、心霊病付属のキャラ設定とエキストラストーリーテキストに、傷つくと霊を食らい体力を増幅する、とあるように周囲の心霊を吸収し体力を回復させるという能力が備わっていますよ。このことからなかなか撃破できずタイムオーバーとなることが多いのです。三面道中で登場した、タタラコガサが勝てなかったのもこれが原因でもありますね。そんな生前の彼女について気になっていた人は多いのではないでしょうか？正直なところ、いつの時代の人間なのかすらわからないし、現在の幻想郷にも彼女を覚えている人間がいないらしいので、詳細は聖画にしかわかっていません。しかし体に目立った外傷などがあるわけでもないのには隠して亡くなっていることから、薬に詳しい幻想郷の住人からは、毒殺されたのでは、と疑いを持たれています。しかし、聖画は弾幕ごっこ中でも見せたように損傷した死体も修復できるため、実際のところは不明です。もし毒死だとすると彼女自身で飲んだものなのか、他人から飲まされたものなのか、どちらにせよすごく不気味ですね。一つ判明していることがあり、聖画はもともと中国のものすごい仙人で、日本に来てから吉川に出会ったようです。吉川聖画が日本に来てから道術で作ったキョンシーで、古代日本人の死体をベースにしているようです。しかし服装から見ると、赤い中華風の、袖が広口の半袖上着を身につけていたり、青紫色の人民帽をかぶっていることから日本人ではなさそうに見えますが、実は吉川日本人なんですよ。聖画の操り人形である吉川ですが、実はお札を剥がせば聖画の支配から解き放たれ、彼女の生前の行動原理に戻るようです。墓地一面に広がる紅葉の絨毯の上で、呆然とした彼女が歌を詠んでいる姿が確認されているそうです。このことから都吉川が元ネタと思われますね。都吉川は平安前期の監視人、菅原道真の死であったため、菅原道真と一緒に登場する説は、逸話が見られます。逸話の一つに、羅城門の前で吉川の監視が受されたところ、茨城童子と同一視される門の鬼が宿に感心したというものがあるのですが、実は茨城線第一話にて茨城線が吟じた監視は、都吉川と鬼が交わしたその監視をもじったものですよ。こうやって元ネタをたどると面白いつながりがあり非常に興味深いですね。話を独死について戻して制作者ズンさんが言うに、もともとはもっと肌の色が悪い予定だったけど青すぎたのでやめたとのこと。このことからも、独死という可能性が大きいと思われます。一体どうして、吉川毒を飲むことになったのか。東方プロジェクト幻の没キャラクターであるサツキリン、彼女の特徴として両手には中国の弦楽器六角二個を持っています。この六角二個って一体どんな楽器なんなのかご存知でしょうか？六角二個は、1950年代に、中国政府が各地から楽器製作者を集めて、開発を行ったことがきっかけで誕生しました。六角二個は長い歴史を持ち、現在でも最も普及している形状の二個です。安らぎ、癒し、落ち着きなどを表現しやすい構造のようですね。このように中国系キャラなのにもかかわらず、西洋の魔女のような金髪で日本の巫女のような服装が特徴。と入っても、公式的にこの配色になったわけではなく、二次創作によって配色されています。紅白の服装金髪の配色は、東方高魔教リリースの約1年半前の2001年2月4日にズンさんによると、新しいキャラを作ろうとか思いつつ金髪の謎巫女さん、という書き込みを参考にそうなったようです。また東方高魔教初版譜のコミックマーケット62の上海アリス弦楽団のサークルカットに書かれた、2個を持った少女がサツキリンであるとする説があり、二次創作で書かれる場合はそのデザインが元になっている場合が多いですよ。と入っても第14回白霊神社霊大祭でズンさん本人に確認したところ、当時東方とは関係なく適当に書いた七種のキャラであり、高魔教に登場する予定はなかったとのこと。しかしこの時の質問が曖昧で適当に返事されたものだと考えられていますね。そしてもう一人東方プロジェクトの裏キャラとしてビールコと呼ばれるキャラクターがいるのをご存知でしょうか？名前はなぜか未だに与えていなく、ファンの人たち
がビール子と命名しています。また他にもビール娘、麦嬢子、麦の純子など、ビールにちなんだ様々な名前が使われていますよ。特によく使われるのがビール子、ズンさんのビール愛が底なしすぎて恐ろしいですね。結局今でも特に統一された名前は決まっていないようで、ビール子がほぼ通称のようなものになっています。この子は東方プロジェクトの制作者であるズンさんが、秋葉原ベルギービールフェアのために書き下ろしたオリジナルキャラクターです。つまりイベントのマスコット的キャラといったところですね。話はサツキリンに戻して、名前のリンはキリンの文字なので種族はキリンではないかと考察されています。キリンは中国の聖獣で、東方は中国と絡めた作品なのでおそらくそうでしょう。メスのキリンのことを、特にリンと呼ぶようです。竜、鳳凰、亀と共に四霊獣の一つとされていますね。竜というと、竜神や飯綱丸めぐむ。吉兆や知恵、鳳凰といえば不老不死の藤原の猛攻、亀は源氏、またはこちらが吉兆や知恵となります。ちなみに八知恵の元ネタの吉兆は、竜と亀の愛の子のような幻獣ですので、竜と亀どちらかに部類されますね。おそらく、源氏派旧作キャラなので亀の方になりそうです。しかし麒麟にかけられたキャラが未だにいないことから、やはり彼女がそうなのではと思われますね。麒麟というのは初めは鹿に似た一角獣だったのですが、次第に神秘的な要素を加えて複雑怪奇な姿になったのです。また麒麟は神聖な幻の動物と考えられていたようですね。そして先ほど紹介したビール子と麒麟と聞いて麒麟ビールを想像した人は素晴らしいですね。そう、ビール子とサツキリンが同一人物なのではないかということが、ビールといえば130年以上愛され続けるキリンビールが思いつきますよね。つまり、ビール子イコールサツキリンなのではと思われます。だからズンさんはビール子に何年も名前をつけていなかったのです。これはすでに名前があったからですね。またキリンは先ほども言ったように幻の神獣、サツキリンも没キャラとして幻となった存在、とミョンに繋がりを持たせていることがわかります。また金髪という一番の特徴がそれを裏付けています。とは言っても、サツキリンが本当に金髪なのかは不明。しかしほぼ確定的に金髪だと言ってもいいでしょう。それはなぜかというと、前髪が目やまつげより上に書かれていることですね。一体どうして前髪が目やまつげより上だと金髪なのか疑問ですよね。実は図絵においてこういった書かれ方をするのは、カラー絵の場合なのですよ。モノクロ絵の場合、目と重なる部分はスカスカ、目が上に書かれるか、髪は消すものがほとんどで、髪が上で、目の重なった部分を消すという書かれ方をするというのは、カラー絵、特に金髪に多い特徴なのです。服装のデザインもリボンの配置やロングスカートからどこか似ている感じもありますし、7割ぐらい確定的じゃないかと思われますね。今は赤でリボンが書かれていますが、ビール子と同じように予定では緑の可能性がありそうです。こういったことからこのビール子の正体は、コウマ教で時期として登場しかけた幻の歳月輪なんですよ。このことから輪はビール子はとして現在でも活躍していたのではと考えられますね。マダラ沖縄。マダラ沖縄は東方天空章で起きた異変の元凶であり、ヤクモユカリと同じく幻想郷の創設に関わった賢者の一人です。地獄の女神であるヘカーテ・アラキスラズリに対しても幻想郷に手を出すなと警告できるあたり、相当立場が高いのが伺えます。背後からは四季をイメージしたのか桃色、黄緑色、橙色、水色のオーラが立ち上っていますね。どこか純子のまがまがしいオーラを思わせるようなところもあります。そんな沖縄という名は脳の沖縄を示すのですが、ズン氏曰く女体化ではないようです。つまりこの姫神は男性と女性の両方の性質を備える存在ということになるのです。沖縄の元ネタはその名の通りマダラ神と呼ばれる不思議な神ですね。マダラ神そのものは神道ではなく仏教寄りの存在で、日本には天台宗の一派が持ち込んだとされています。二同時を合わせた三位一体の姿で表されることが多いです。マダラ沖縄も二同時の定例舞&西田里乃がいるのですが、強制的に支配に置いているようですね。また仏道の背後のと入り口の後との神とされ、阿弥陀如来の背後を守る守護神としても、より真理を体現する秘された神としても扱われています。またこの場では神への芸能の場であったことから芸能の神としての一面も持っていますよ。沖縄の仕事は幻想郷を外の世界から守り、そのどこにでも移動できて、気づかないうちに生命力も、精神力もコントロールしてしまう不思議な能力で、総合のバランスを取る役目を負っていて、東方プロジェクトでは非常に重要人物なんですよ。沖縄は存在に扱う者には容赦なく、うやうやしく扱ってくれる者には恩恵を授けます。敵にすると恐ろしく、味方にすると頼もしい典型的な神様であるようですよ。また姫神ではあるのですが彼女は隠れているわけではないのです。最初から、すべてを見せている姫神とのこと、そんな沖縄は津久井やまゆり園事件と関係があるのでは?と東方外来異変のインタビューにて問われていました。そのことにズンさんは否定はしていなく、痛ましい事件でしたよね。思うところはいっぱいあります。と回答しています。津久井やまゆり園事件については YouTube 的にアウトな話だと思われるので、あまり触れないようにします。ズンさんは、
そういった人たちの方が強いぞというところを見せたかったようで、最初の東方天空章テーマはもっと重々しいものだったのです。なので、タイトルの東方天空章の章はもともと沢にしようかと考えていたようです。しかしさすがに賛否両論になって、揉めそうになりそうなのでやめたということです。もともとは差別民的な人たちの集まりが幻想郷になる場所に集まってきて、そんな幻想郷を作った一人でもある沖縄が現れたというのをやりたかったとのことです。だから沖縄が椅子に座っているのは、もともと車椅子で登場する予定だったからですね。東方天空章派歴代の中でもかなりポップで、特に幻想郷に異常がある異変でもないのでかなり緩い感じでしたが、本当はとても重々しい意味が込められた作品だったのです。このように東方プロジェクトでは、魅力あるキャラクターたちがたくさんいるのですが、本当は深く悲しみのあるキャラもいることがわかりましたね。他にも東方プロジェクトには都市伝説が多くあり、また解説できればと思います。視聴者さんの知っている都市伝説があれば教えてくださいね。ちなみに今回の解説は霊夢部長ではないんだぜ。